かろうじゃて朝の10時ぐらいチェックアウトしたところ、今日は東京観光でございます。夜までコース、今いるところはあのモーテルとかが安い大久保界隈にいます。新大久保とか大久保駅、ここは国籍の人がいっぱいいるところ。マイキーも多国籍人なんで混じっている最中であります。ではバイナリースバイチャオ。読谷村、読谷食堂、これね、あのスーパーモンキーズの久子先生の旦那がやってるお店に来たわよ。